4K8K 映像、HDR、360度 VR 動画、ハイレゾ音源など、データの急速な大容量化が進む映像放送業界。このようなデータの大容量化により、様々な課題が浮き彫りになっています。ユニティックスはそれぞれの課題に最適なソリューションでお答えしていきます。例えば 4K8K など高解像度なデータが増えていくことで保存先のサーバーやNASといったストレージ容量が逼迫、溜まっていくデータを逃がすためにストレージの増設などシステム改修の必要性が生じてしまいます。その解決策の一つがストレージに負荷をかけているコールドデータのアーカイブです。特に LTO テープが最適で、最新世代の LTO8 は1本に最大 12TB のデータが保存できます。また LTO テープならカートリッジを交換すれば実質無制限に保管できるため、容量にとらわれずさらにコストを抑えながらアーカイブが可能になります。データ量が増えた分だけ保存やリトリーブといったデータを扱う作業時間を増大します。そのような場合に必要になってくるのが処理スピードになります。その解決策としてユニテックスでは USB 接続 LTO 装置の高速化を実現、使い勝手の良さをそのままに従来モデルからスピードアップしたLT70HUSB が新登場します。長期保存を行う場合、例えば HDD なら電気代などのランニングコスト、その他のメディアでも管理スペースの確保やストレージからデータを取り出す方法といった部分が課題となります。そのような場合に最適な解決策としては、できるだけ分かりやすくデータを管理し、無駄を省くことです。ユニテックスの自社開発ソフトウェア、アーカイブ LT およびバム連携アーカイブシステムでは、多様なメディアへのアーカイブやオフライン検索などの管理機能も提供。データに紐付けるキーワード、メディアに紐付けるタグといったメタデータをユーザーが任意で用意することで、シンプルかつ汎用的な管理が可能となっています。いくら堅牢性に優れているメディアでも、破損や紛失だけではなく、地震や水害といった自然災害には太刀打ちできません。そのため万が一を想定し、あらかじめ複数本のメディアを作成することがベストです。ユニテックスでは最大4つのメディアを同時作成できるガステープ LT およびアーカイブ LT といった自社開発ソフトウェアをご用意。また既存メディア複製、さらにはマイグレーション用のシステムやソリューションを数多くラインナップ、その一部をご紹介します。インターフェースは USB、SAS、そして両方搭載した3シリーズをラインナップ。 USB モデルは140Mbps の高速入出力を実現。ドライブはシングルタイプとバックマウントタイプ、さらに
STO7 ドライブを2台標準装備したデュアルタイプも新たに加わりました。ユニテックスデュアル LTO は複数のドライブを一つにまとめられるコンパクト設計、 LTO テープに同時書き込みするような場合に最適です。また1台を LTO5 または6ドライブ、もう1台を LTO8 ドライブで組み合わせ、旧世代から最新世代の LTO にマイグレーションすることも可能です。ユニテックスの MAM 連携アーカイブシステムはコマンドおよび API インターフェースによる連携が可能。 LTO だけではなくオプティカルディスクアーカイブなどにも対応。他のシステムで作成された HDD や LTFS テープもスキャンすることで管理対象に追加できます。ユニテックス ODA1400 は従来の光ディスクパブリッシャーよりもコンパクト、さらに機能性も向上し、タッチパネルで簡単に操作が行えます。また長時間連続稼働にも安心なサーバー仕様のコンピューター一体型、ブルーレイへのアーカイブ、マスターデータの配布などにご利用いただけます。この他にも LTO を利用したバックアップシステムや USB ラインナップをブース内に展示しておりますので、ぜひごゆっくりご覧ください。